こんばんは、しげもんです。今日はこれですね、6班 Z ゲージの国鉄113系2000番台湘南色の4両基本セットですね。これ開けていきます。113系は以前に関西線快速色というものを開封してレビューしましたが、それと同じタイミングに実は送っていただいてたものです。やっと開けるっていうね、人気の湘南カラーね。パッケージ寄ってみるとこんな感じ、いつも通りのブックケースね。113系の湘南カラー、ほんで品番が T001-1 ってありますね。だいぶ若い番号ですけど。で、全体はこうですね。よし、開けましょう。ほんじゃ開けていきます。よいしょ、いきます。オープン。てってれー。お、ペロッとなりましたけど、中説明書と、ほんでよ、おお、やっぱ湘南カラーはかっこいいね。ここに実写の説明もあります。はい、ここに実写の写真と説明がある。湘南色は神奈川県静岡県特産のみかんとお茶にちなんだ色に由来していると言われている。あ、そうなんやね。113系は2800両も作られたんか。首都圏を中心に太平洋側の直流区間で走ってた。なるほどね。車両はいつも通りこのように袋に入ってます。パッと見のカラーリングはやっぱ綺麗やね。一両ずつ見ていきましょう。はい、ではいつも通り先頭車から見ていこう。よいしょ、ジャッと。お、いい色合いですね。これが湘南カラーの113系。まあ、毎回同じこと言ってますけど、塗装とこの表記の印刷関係は綺麗ですね。これが先頭車のクハ111-2146番やね。こんな感じ、オレンジと緑の色がちゃんと出てます。で、上側はこうですね。で、前回の関西線快速色の動画のコメントにもあったんですけど、ベンチレーターがちょっとガタガタしてると。で、これは自分で外して位置を変えれるのかって言われたら、結構しっかりひっついてるんで簡単には取れなそう。でも何とかしたら自分でこの位置を変えることはできるかな。あと別パーツ部分は成形色になってるんで、ちょっとプラ感もあります。ここもお好みで塗り替えたりしても良さそうですけど、全体の造形は綺麗ですね。で、反対側はこんな感じ、窓のサッシ部分には銀が入ってますね。で、連結部分はこうです。カプラーはアーノルドカプラーで、ホロもついてると、そしてお顔部分こんな感じ。この電車の顔はかっこいいですよね。スカートもついてて、連結器はダニーカプラーですね、ヘッドライト、テールランプももちろん点灯します。続いて2両目いきます。じゃあ、はい、出ました。2両目はモハ113-2074番ですね。これはトレーラー車になってます。これも印刷は綺麗で、屋根はこんな感じ。屋根関係も全体的な色合いと作りは同じかな。で、反対側はこうですね、で、ドア関係もモールドはちゃんと入ってるんで、こういうとこ墨入れしても良さそうやね。はい、どんどんいきます。3両目やね。いきますよ。はい、これがモーター車のモハ112-2074番ですね。動力が積んでるんで、床下はこんな感じ。そして屋根はこうやね。パンタがついてて、ギュッと上げることもできる。これね。で、反対側がこう。これも車番等問題なく入ってると思います。これね。はい、続いて基本セットの4両目。これも見ていこう。ジャッと。はい、これがクハ111-2049番やね。全体的な作りは1両目と一緒かな。車番違いになるんやと思うんですけど、こんな感じ。反対側はこうですね。見比べてみると多分1両目の車番違いで合ってると思います。もしかしたらどっか違うかもしれんけど、これね。そしてお顔部分はこんな感じ。はい、基本セット4両はこうやね。で、付属のパーツは関西線快速色の時と一緒で、ランナーパーツ、ここには列車無線アンテナと信号円管が入ってます。あとホロのパーツ、そして行き先表示シールやね。で、信号円管パーツはこのボディに穴が開いてるんで、これだけ取り付けよう。はい、付属のランナーからパーツを切り出して、で、この穴にはめるっていうことやね。よ、ギュッと見えるかな。こうですね。もしかしたらちょっと外れやすいかもしれないんで、そういう時はゴム系かなんかでひっつけてあげます。これね。あとはシールを切り出して貼るんですが、今回は前回同様、前面のシールだけ貼ります。列車種別ね。あとは前面にシールを貼る。
こうかな。まあ、ちょっとずれた気もするけど、いいでしょう。はい、あとこの113系は造血セットが2種類出てますね。5両造血セットと2両造血セット、それぞれ出てます。車番違いのものもあったりするんで、基本セットに入ってない車両を見てみよう。まずはこの5両造血セットよ。こっちにも説明書とシールが入ってる、これね。で、入ってる車両はこんな感じ。サハ111、モハ113、モハ112、サロ110、サロ110か。うん。で、真ん中のモハ112は動力車になってて、フル編成にすると動力が2つ入るということですね。基本セットに入ってない形式だけを見ると、まずこのサハ111ね。よいしょ。では見ていきます。よ。はい、これがサハ111の2025番ですね。モハとの作り分けっていうのはこの床下機器になるのかな。うん。そして屋根はこんな感じ。まあ、全体的な作りは同じやね。ギュッと裏側こうです。もちろん車番もちゃんと入ってます。うん。そしてもう一形式がサロ110ですね。これも出していきます。いきます。じゃあ、これはグリーン車のマークが入ってる。サロ110の1224番ですね。すごい窓がいっぱいあるね。まあ、パッと見で見た目が全然違いますけど。で、屋根もちゃんと作り分けられてますね。うん。で、反対側はこんな感じ。で、造血セットにはもう1両サロ110が入ってます。その他の車両は基本セットと車番違いよね。はい、では走らせます。まず4両基本セットでいきましょう。車両には全部別売りの室内灯を組み込んでますね。あと上点灯可能なんで、停車時もこのように室内灯とライトが点灯してますね。ではぐるっと走らせます。いってらっしゃい。はい、というわけで6班の113系2000番台湘南カラー、これ走らせてみましたね。湘南カラーって人気ですよね。いつも通りデスクトップのちっちゃいレイアウトで走らせてますが、さすがにこれぐらいの長編成になるともうちょっとスペースが欲しいなって思っちゃいますよね。でも卓上でフル編成走らせれるのも楽しいね。製品の詳細と6班のホームページは動画下の説明欄にリンク載せておきます。合わせてチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますんで、ぜひ登録とチェックよろしくお願いします。それではさよなら。